願いします。お願いします。じゃあ早速なので、はい、自己紹介、はい、お願いしましょうかね。そうですね、はい、皆さん今日はあの私前回のこのまま祭りでもしたんですけど、劇場公演で普段やっている自己紹介をしたいと思うので、一緒に、はい、声出してくれますか。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、川の上でも氷の上でもちひジャンパンのちひだ、イエーイ、ありがとうございます。大阪府出身20歳のちひこと川上千尋です。よろしくお願いします。私もじゃあ劇場公演でやらせていただいてるのをやりたいなと思います。いきます。はい、あふれる笑顔、全力疾走、空手があるの、ありがとうございます。あやパワーでみんなの心に彩り加えるよ。はい、チームミツアヤコと山本彩香です。よろしくお願いします。すごい、甲子園でね、いつも劇場でされてる自己紹介をね、聞けるとはね、皆さんですよね。選手なんですか。はい、私はデレデレなんですけども、小さい頃からずっと鳥谷選手が好きで、あの個人的にあのトークショーに行かせていただくぐらい、はい、そうなんですね、好きで、うん、そうですね、もう見とれてます。一応選手ということで。はい、川上さんは。はい、私はですね、あの本当に、はい、あの注目してる選手が今年は島田楓選手で、うん、あの何ですか、まあ、全選手やっぱ工夫してプレーされてると思うんですけど、はい、島田楓選手はあの走り方まで、その、はいはいはい、V から V までの走り方まで研究されてるっていうのを、うん、なるほど、テレビで見た時に、うわ、これは押すなと思って。なるほど、すごい押すポイントまでね、すごいこだわりがあって、はい、ずつを食べていただきたいと思います。はい、あ、じゃあ自由に、はい、食べていただいて大丈夫ですよ。じゃあ、じゃあリキューさんのね、あのもう某有名なね、リキューさんの、じゃあ牛タンからいただきます。はい、どうぞ。いや、こうやって食べれるショットを撮れるのも皆さんね、今日とかしか なかなか劇場ではないんじゃないですか。しかもお肉ですよ、お肉。すごい分厚いですね。お肉にもね、いろんな部位がありますけど、やっぱ牛タン、私たちタイガースガールズの中でも人気です。あの歯で噛みちぎれるくらい柔らかくて、でもすごいあの厚みもあって弾力もあって、すごい美味しいです。すごい伝わってきましたね。伝わりますね、細かく。ありがとうございます。うん、じゃあ、あ、マイク出ないですか。マイクが出ない。どっちから行こうかな。メンチカツ、あ、カツ牛さんの京都カツ牛さんへメンチカツから行きたいと思います。これは、はい、牛串カツですね。うん、はい、皆さんシャッターチャンス。今がシャッターチャンス。
美味しいです。ではちょっとマイクの調子も良かったので、はい、じゃあ続いて、メンチカツの方を食べられますか。メンチカツ、あ、メンチカツ、そうなんですよ。これね、セットになってて、はい、牛串カツと、うん、あとはメンチカツがセットになってます。お得。これは一口されてきますか。他に2段でいきます。お肉詰まってて美味しそうですね。はい、じゃあ次山本彩香さんよ。はい、続いてじゃあステーキ串ですね。はい、ひろさんの、はい、ステーキ串をいただきます。柔らかい。めっちゃ柔らかいです。もうジューシー。ジューシー、うん、でもなんか脂身しっかりあるんですけど、脂っこくなくてめちゃめちゃ食べやすいです。私にはまだ分かんないんですけど、きっとお酒にも合うんだろうなって感じの味です。めっちゃ美味しい。塩コショウですがめっちゃ効いてて。そうですね、はい、塩コショウ、はい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 、美味しいです。シャッターの音がすごいですね。食べた時の CM 見たいと思いながら、ここのアングルもすごい、ね、美味しい美味しい美味しい、めちゃめちゃ美味しいです。はい、はい、では最後いきますか。あ、鏡さんに、はい、最後ですね、双子さんの牛カルビ寿司ですね。牛カルビ寿司、すごい好きなんですけど、お、すごい、すごい、いっぱいついてる。こちらもずっしり重そうですね。シャッターチャンス、はい、今がシャッターチャンス。失礼します。いただきます。しっかり染みてて、はい、なんていうの、ソース味、はいはいはい、もうめっちゃ満足できるなっていう。なるほど、それ一本でももう満足できちゃうぐらい、はい、うん、先ほどのね、こちらは塩味だったんですが、はい、こちらもタレがかかっているということで、まあ、タレと塩どちらでも皆さんお楽しみいただけます。はい、で川上さん食べられてる時もあのカメラすごかったですよ。なってましたよ、カメラ。なってましたよ、カシカシカシ。はい、まあ、今回はね、こちらの4品食べていただいたんですけれども、まあ、それ以外にもですね、あちら の, あの店舗にはたくさんのメニューご用意してますので、皆さんぜひお腹が許す限りどんどん食べていただきたいなと思っております。ぜひ食べてください。はい、ということで、まあ、残念ながらもうお時間となってしまいましたので、お二人には以上で、お別れとなります。はい、では本日のステージ盛り上げてくださった山本彩香さん、川上千尋さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん暑いので体調に気をつけてください。優しい。最後まで優しい。ありがとうございました。皆様温かく見守っていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ね、お二人の可愛い食レポ、私たちもすごい楽しかったです。楽しかったです。